人を魅了してやまないある車の形が存在します。しかしあえてそれを購入するのはごく一部の人たちだけです。大きな開放感を味わうことのできるこれらの車はマシンと自然が融合する世界をドライバーに与えてくれるのです。現代の脅威、今回のテーマはオープンカー。オープンカーのオーナーたちの意見には必ず共通点があります。他の車では味わえない楽しみがあるというのです。このマツダミヤータで走ってる間は何もかも忘れてしまいます。最高の車です。私にとって車はオープン以外に考えられません。そりゃ最高の気分ですよ。ランス・ズッカー・ブラウンさんの車はフェラーリ F355 コンバーチブルです。年間わずか数百台生産されるだけで12万ドル以上の価格で販売されています。コンバーチブルはこのように屋根を外せますから、空を見て道路を感じ、風を感じ、タイヤが道路を捕まえている感触と音を味わい、走るマシンと自然とが一体になっている気分が味わえるのです。エンジンは 3.5 リッターの DOHC V 型8気筒です。375馬力のパワーがあり、時速270キロを超えるスピードを出すことができます。加速しますか。さあ行きますよ。今ので100キロを超えてますね。どうですか。3秒です。いや 4.5 秒かな。ちょっとやりすぎたかもしれませんね。しかしこれはコンバーチブルだからこそ味わえる感覚なのです。この車の素晴らしいところを挙げるとすれば、エンジンはもちろんですが、屋根がないからこそ走りながらこんなことができるんです。見てください。こんな風に手を挙げて自由を感じるなんて他の車じゃとても真似ができません。走行中も頭上には空しかありません。この伸びやかさはまさにコンバーチブルの最大の特徴だということができます。まだ他にもあります。いろんなタイプの車の中でルーフをオープンにして走ることも、あるいは閉じて走ることもできるというのはコンバーチブルだけに許されるオプションなのです。コンバーチブルとはルーフをオープンにしてドライブすることのできる屋根付きの車のことで、ルーフを閉じればセダンです。ウィンドウは通常巻き上げ式になっています。ルーフは内側もきちんと仕上げてあり、快適な車内空間を確保できます。そしてもし開放状態にしたいと思ったときは、ルーフの部分を開けてウィンドウを下げるだけで変身します。コンバーチブルとは呼べないオープンカーもあります。例えばロードスターは2人乗りのオープンカーですが、閉じた時のルーフは簡素でサイドウィンドウもありません。初期の車はオープンにはできたものの、閉じた時のルーフは裏仕上げもなく、横に危険防止の保護板がついているだけでした。ですからこれらのロードスターやオールドカーは完全に外界を遮断することができず、本来のコンバーチブルとは呼べません。正真正銘のコンバーチブルが登場したのは1915年頃です。それまでのドライブはまさに埃まみれになることと同義語に近かったのです。当初は完全な開放状態だったのですが、しばらくすると乗っている人を雨から守れる程度の簡単な屋根がつくようになりました。密閉できる車を求める声が高まりますが、それには問題がありました。当時のキャビンは木製で、密閉状態にしたくても小さな4気筒エンジンには重量的な負担が大きすぎたのです。しかし1910年代中頃になると20馬力を超えるエンジンが登場し、箱型の車が売り出されることになりました。やがてフォード社のヘンリー・フォードも
1915年には箱型の乗用車を発表することになり、その車はセンタードアセダンと呼ばれました。さらに同じ年、クーペレットと呼ばれるフォード初のコンバーチブルタイプの車を出しました。この時、新しい装備が数多く採用されています。フォード初の電気式ライトです。そして有名な4気筒エンジン。さらにルーフは折りたたみができるようになっていました。しかし、この車のユニークな点は、手で折りたためる布製のルーフにあるのではなく、ウィンドウの機能にありました。これによって真のコンバーチブルが誕生したのです。その仕組みをお見せします。まず窓枠を立てます。そしてガラスをこのように引っ張り出します。これは昔の馬車と同じです。ガラスを固定し、そしてドアを閉めてやれば、そこに完全に密閉された部屋が出来上がります。この新しいコンバーチブルのアイデアはあっという間に市場を席巻しました。普通のセダンもコンバーチブルへと設計変更されましたが、デザイン的な魅力に欠けていました。しかし1927年にはラサールが登場します。ロサンゼルスのカーデザイナーハーレイ・アールが設計した価格2685ドルのラサールのデザインはまさに画期的なものでした。貝殻型のフェンダーと垂直のフロントグリルを持ったラサールは、標準装備の布製のルーフを折りたたんでしまうと、それまでの車とは違い低重心でコンパクトなイメージに変わりました。そこで他の自動車メーカーはハーレイ・アールの斬新なデザインの源を探ろうと、こぞって彼の故郷ロサンゼルスを訪れました。しかし彼らはそこで何も発見できませんでした。それもそのはずで、ヒントになったデザインは実はヨーロッパにあったからです。それはヒスパノ・スイザ社の車でした。ヒスパノ・スイザという社名はスペイン系スイス人を意味していますが、これはれっきとしたフランスの自動車メーカーで、20世紀の初期に高級なシャシーを製造していました。これは1928年製のヒスパノ H6C というモデルで、6気筒ですから当時としてはかなり大きなエンジンということができるでしょう。当時の航空機と同じものを利用したのです。このエンジンがヒスパノ H6C の最大の特徴です。シングルオーバーヘッドカムの6気筒を採用し、デザイン的にも素晴らしいものです。排気量は 7850cc で130馬力の最高出力を誇り、時速約180キロのスピードを出すことができます。これはイグニッションシステム、スターター、ディストリビューター、ウォーターポンプをすべてツイン構造にしたことで可能になったのです。ただし1920年代としては驚くような価格でした。例えばアメリカにシャシーを買いたい人がいたら、輸入価格は1万ドルにもなりました。シャシーだけでです。当時のアメリカ人の平均年収は2400ドルでした。そしてフォードのモデル A が420ドルで買えた時代の話です。これは当時最高級と言われたクラスの車に当てはめても、シャシーとエンジン両方を揃えることができる価格だったのです。車体は別の会社が作っていました。この H6C の完成品は1万5000ドルにもなり、アメリカではあまり売れませんでした。実際30台足らずしか販売されませんでしたが、その影響は絶大でした。多くのメーカーが刺激され、翌年オーバン、キャデラック、パッカード、フォードが次々と洗練されたコンバーチブルを発表しました。それまでのハードトップクーペと比べ、大きな技術的変革はなかったにもかかわらず、1920年代の末に製造された車のうち 20% はコンバーチブルでした。しかし1929年には大恐慌が始まります。自動車業界が大打撃を受けたことは間違いありませんが、コンバーチブルだけは健在でした。富裕層は人目を引く車を求め続け、各メーカーは彼らに的を絞ってデザインを競い合いました。そしてコンバーチブル全盛といわれる1930年代が到来します。1930年代は株式市場がまだ大暴落から立ち直りきれていませんでしたが、コンバーチブルにとっては重要な時代でした。アメリカのエリート層の高級車に対する欲求がコンバーチブルの頂点を形成した時期でもあったのです。
まさに芸術作品です。ここにずらりと並んだ車を見ているだけで、まるで名画を見た時のように語りかけてくるものがあります。20年代の角張ったラインは姿を消し、滑らかな曲線と大胆なクロームメッキが目につきます。コンバーチブルが初めていわゆるセクシーなデザインとなり、上流階級が注目しました。これがその頃発表されたコード、リンカーン、パッカード、そしてデューセンバーグです。多くの人々がデューセンバーグが究極の車だと考えていました。これを作ったのはインディアナポリスにあるデューセンバーグ兄弟の小さな会社で、名前からドイツの車と間違えられることがありますが、アメリカの車です。1930年代初頭、フレデリックとオーガストのデューセンバーグ兄弟が最高のエンジンを作る会社として知られるようになりました。しかし彼らはボディは作りませんでした。当時彼らのインディアナポリスの工場で購入できたものといえば、ボディ以外のシャシー、つまりフレームレール、エンジン、駆動装置、ホイール、ステアリングホイール、それにダッシュボードなどでした。ですからシャシーにみかん箱でも取り付ければ走れたわけです。でも彼らの仕事はそこまでで、あとはコーチビルダーと呼ばれる車体メーカーの仕事でした。カリフォルニアからヨーロッパまで、多くのコーチビルダーがデューセンバーグのシャシーを使って、今までにはなかったようなコンバーチブルの車を製作しました。デザイナーたちはデューセンバーグのシャシーに長くて優雅な車体を乗せ、折りたたみ式のルーフは車体後部の小さなスペースに格納することにして、その優雅さを保つ努力をしました。しかしコーチビルダーが設計上踏み込んではならない分野もありました。1929年以来、モデル J のラジエーター、ヘッドライト、ボンネットは変更することができず、この部分で誰もがデューセンバーグの車だと分かりました。こうして自社の製品であることをアピールしながらも、デューセンバーグの名前を車体につけるようなことはせず、フロントとホイールの中心だけに小さなロゴを入れ、自社の名前そのものは車の魂であり心臓部ともいえる内部のエンジンにつけられました。このモデル SJN は1936年に作られました。 3.6 メートルのホイールベースに17インチホイール、ダブルオーバーヘッドカム、スーパーチャージャー付きデューセンバーグエンジンです。多くの人がキャデラックと同じように16気筒エンジンだと思っていますが、実は直列8気筒を採用しています。セカンドギアで時速約170キロ、そしてトップギアでは210キロまで出ます。エキゾーストカットアウトと呼ばれる排気管は、その美しさもさることながら、マフラーへの距離を長くすることでエンジンの排圧を減らし、馬力アップに貢献しています。この革新的な構造も他の車との大きな違いとなりました。このデューセンバーグに対抗するため、パッカードのような高級車メーカーは一貫生産によってコストの削減を図りました。パッカードとキャデラックは自社工場で完成品を作り、それを直でディーラーに送ることにしました。ショールームへ立ち寄った客がそのまま乗って帰れるようにしたのです。こうしてほとんどの車がカスタムメイドではなくなり、デザインも落ち着いたものになりました。この時パッカードはスタイルではなくエンジンに力を注いだのです。1930年代にはパッカードが V 型12気筒エンジンを登場させ、8気筒のデューセンバーグを圧倒しました。これがいわゆるシリンダーウォーズの幕開けとなりました。パッカードは6気筒、8気筒、そしてこの12気筒と3種類のエンジンを用意しました。もちろん12気筒はその価格もパワーも最高でした。これは1937年製の V 型12気筒で、女優のベティ・デイビスも乗っていました。多分185馬力ぐらいはあると思います。これなら間違いなく160キロは出るでしょう。とは言っても当時のことですから、実際には130キロ前後で走っていたと思います。今ほど道が良くなかったですからね。これらの巨大なエンジンは膨大な熱を発するため、新しい冷却方法が採用されていました。フロントグリルのルーバーはサーモスタットで制御されています。エンジンが始動した時、ルーバーは閉じられています。これはエンジンルームを温めるために空気の流入を止めているのです。やがてエンジンが温まってくると、ルーバーが開いて風が入り、
ラジエーターを通過して冷却を始めます。ルーバーの開閉を自動調節することでオーバーヒートを防ぐようにしたのです。大きなエンジンはパワーの増大ばかりかシリンダーの数が増えたことで走行を滑らかにし運転操作を容易にしました。ギアチェンジは煩わしいものです。しかし車に強力なパワーとトルクが備わっていればギアチェンジの回数を少なくすることができます。それゆえシリンダーの数が増えていくことになったのです。12気筒だとか16気筒といった具合です。この車はおそらくアメリカで製造された最大のコンバーシブルで16気筒のエンジンを持つキャデラック社製の1935年型カブリオレです。ホイールベースは約4メートルで車体の全長はほぼ6メートルにもなるのですが定員はわずか4名となっています。この贅沢さゆえにキャデラックは衰退することになったのです。1930年に16気筒エンジンが登場したことで我が国の高級車はその頂点を迎えました。これほどパワーのある車は歴史上初めてのことです。キャデラック初の V 型16気筒エンジンは1929年の12月10日に発表されましたが時期としては最悪でした。株価大暴落の2ヶ月後に7000ドルという価格で売り出されたことに世間は驚きました。しかしこの V16 エンジンに高級車メーカーとしての威信をかけていたキャデラックは生産を続け1935年にはさらに製造ラインを拡張しました。排気量が 7400cc あるこのエンジンはオーバーヘッドバルブシステムを採用しており素晴らしく効率のいい構造になっています。このシステムは現在でも使われています。これほど巨大でありながら高いギアでスタートすることができるのです。この V16 エンジンはコンバーチブルだけでなくハードトップにも使われました。8つのシリンダーが2列に並び32個のバルブによってクランクシャフトが2回転する間に16回の爆発を起こすその動きは実に効率的で滑らかにエンジンを動かしました。感動的ともいえる車であったにもかかわらず1935年の生産は50台だけでした。明らかにアメリカのコンバーチブルはスタイルと性能にこだわりすぎたため顧客から見放される結果となったのです。第二次世界大戦直前のヨーロッパでもコンバーチブルの辿った道は似ていました。ヨーロッパではカブリオレという名で呼ばれているのですが1938年のメルセデス・ベンツのカブリオレはまさに最高水準に達していました。しかし戦争による急激な経済の悪化によってカブリオレの売り上げは激減します。そして1940年、ついにコンバーチブルの時代は終わり生産が再開されるのは第二次大戦終了後となります。1930年代の自動車業界を代表する車はデューセンバーグのような超高級コンバーチブルですが、全てが高級だったわけではありません。新しいフォードよ。なんて可愛い色なんでしょう。フォードなどの一般的なコンバーチブルはパッカードやコードとは比較にならない低価格で販売され、 V16 キャデラックのような名車にはなりませんでした。しかし1930年代末、あるメーカーがそれまでになかったパワートップ装備のコンバーチブルを売り出します。市販車の中で一番最初にパワートップを採用したのはプリマスでした。実はクライスラーが量産する低価格車だったのです。これは1939年に発売されたプリマススペシャルコンバーチブルです。この年に初めてパワートップが装備されたというわけです。わずか900ドルのプリマスはクライスラー初の3段変速のコラムシフトをつけただけでなく、コンバーチブルの世界にパワートップが当然という常識を作り上げたのです。ここについてるのがパワートップのスイッチです。これを回すとホロがせり上がってくるのです。非常にゆっくりではありますが自動的に伸びていきます。この操作のためのモーターはリアにある補助シートとホロ収納部の間にあります。これは実にユニークなパワートップと言えます。まずセンターラッチを引き下げます。すると左右にある2本のアームが固定されるのです。引き上げて揃えてやり下ろしてやると
アームが動いてロックします。よくできています。自動車の歴史が始まって以来、初めてボタンを押すだけで気圧式シリンダーが屋根を開けたり閉じたりするようになったのです。プリマスに驚いた他のメーカーもすぐ後を追うことになりました。しかしパワートップの時代が始まろうとした矢先に第二次世界大戦が始まり、市販車の生産は下火になりました。デューセンバーグも自動車業界を去り、同じオープンカーでも軍用ジープの時代となったのです。傷だらけの軍用車が市販車に変わります。新しい車に新しいタイヤ、そして十分なガソリン、戦前の豊かな生活が復活するのです。第二次大戦後の1946年、アメリカの自動車メーカーは市販車の生産を再開し、2年後にはユニークなコンバーチブルが登場することになります。第二次大戦後にクライスラーは新製品の発表を決定しました。人々は期待を込めて新しい時代の到来を待っていました。そんなタイミングに陸のヨットとも呼べる車を登場させたのです。それは実に大胆な発想でした。クライスラーは最新のコンバーチブルに30年代の古風で豪華な木製小型船舶のデザインを取り入れたのです。パワートップはもちろんのこと、新しくセミオートマチックトランスミッションを採用しました。エンジンは L 型8気筒です。しかし重さが2トン近くもあったため、急発進することはできませんでした。それでもこのタウン&カントリーと呼ばれた高級コンバーチブルはクライスラーの大ヒット商品となり、2725ドルという価格にもかかわらず4年間で1万台が販売されたのです。戦後のコンバーチブルとしてはまさにエポックメイキングともいえる大胆なデザインの一台でした。やがてテールフィンをあしらった大型サイズの車が新しく1950年代の主流となっていきます。この頃の車こそがまさにコンバーチブルです。大きくて美しくてクロームパーツがいっぱいです昔の巨大戦艦のようです。これらに搭載されたのは新型の V8 エンジンでした。20年代の終わりから30年代の高級車のエンジンは V12 か V16 でした。そして1949年にはオーバーヘッドバルブの V8 が登場しましたが、非常に効率の高いエンジンでした。これが当時のキャデラックやオールズモビルに使われたのです。例えば1949年にオールズモビルのロケット88にも搭載され、高速クルーズを可能にしました。時速120-130キロで一日中走っても問題ありませんでした。巨大な鋼鉄とクロームの塊のようなコンバーチブルやハードトップは強力なエンジンによって誕生することができたのです。そしてコンバーチブルは50年代のスポーツカーの世界で本領を発揮します。一方、大きなコンバーチブルの流行に抵抗を感じていたデザイナーもいました。その一人がゼネラルモーターズのハーレイ R で、彼が1953年に衝撃的なモデルを発表すると状況が一変します。その名前はコルベット。これはまさに走るための車です。シボレーは1953年にコルベットを発表しますが、開発コードネームはプロジェクトオペルと呼ばれました。小さく滑らかで軽くと、全て当時の流行の逆を言った車でしたが、これがかつてのオープンカーに対する憧れを再燃させたのです。しかしエンジンが小さくオートマチックであったことから、このコルベットはあまり売れませんでした。ただそのスタイルが新しいコンバーチブルの世界を開いたことは確かで、すぐにフォードがサンダーバードを発表します。サンダーバードはスポーツカーというよりパーソナルカーとして、発売当初から大変な人気を博しました。その売上比率はコルベットの23倍にもなりました。サンダーバードの快適な乗り心地とスマートな外観が多くの人を魅了したのです。取り外しのできるこのユニークなハードトップは、新しいオープンカーとしての楽しみをあらゆる層の人々に提供することになりました。これは57年型のサンダーバードです。55年から57年までの間はスモールバードやベビーバードと呼ばれていました。58年以降になるとそのスタイルが変更され、
リアシートがついて4人乗りになってしまったのです。デビッド・ベーカーさんはサンダーバード、通称 T バードの大ファンで、2002年に製造されたレトロ風デザインのコンバーチブルの他に57年のオリジナルモデルを所有しています。その年にフォードはサンダーバードソフトトップコンバーチブルの他に、取り外しのできるハードトップのサンダーバードも発売しました。スカイライナーは同じくハードトップ仕様でしたが、アメリカ初の完全格納式を採用し、トランクの中に収めることができました。意外なことですが、最初の格納式のハードトップはアメリカではなくフランスで量産が始まりました。30年代半ばから後半のプジョーのエクリプスです。技術的に優れたものとは言えませんでしたが、フランスの技術がまだ成熟しているとは言えない時代のことですから、仕方のないことです。しかしそのチャレンジ精神は称賛に値するでしょう。1941年にはクライスラーがサンダーボルトで格納式の実験を行い、カーオブザフューチャーと名付けました。しかしその製造に1万9000ドルもかかったため、結局6台しか生産されませんでした。そのうち4台は現在も残っています。このような車が今までにあったでしょうか。これはフォードが開発したスカイライナーです。格納式ハードトップの登場です。最も印象的な格納式ハードトップは1957年のフォードスカイライナーでしょう。全長は約 5.3 メートル、ハードトップの長さは約 2.1 メートルで、重量は158キロ、そして2942ドルという価格設定は消費者にとって魅力的でした。当時フォードは我々がどうすればハードトップのコンバーチブルを持てるかを考えていたのだと思います。実にいいところをついてきたと思いますよ。フォードは1956年に生産を断念したコンチネンタルマーク2用のルーフをフェアレーン500に取り付けることにし、その結果このスカイライナーが誕生したのです。この車には7つのモーターがあり、ルーフの部分を上げ下げしたり折りたたんだりするのです。7、8個のリレーが作動中の位置決めやモーターの始動を制御します。全体で150から180メートルもの長さになるケーブルを通じてモーターを動かしたり止めたりするための情報が送られているのです。これらの情報を受け取りながらルーフが移動したり収納部の扉が開いたりする仕組みになっています。これらすべての伝達機能がこのボタンにつながっています。このシステムの安全性と利便性が相まって、スカイライナーは初年度だけでなんと2万700台が販売される結果となりました。しかしこのメカニズムにも弱点がありました。どこか一箇所でも故障すると途中で止まったままになり、まともに運転することができなくなってしまったのです。その結果2年続けて売り上げが減少し、1959年を最後にスカイライナーの生産は打ち切られました。しかし今日このスカイライナーはコンバーチブル全盛時代の代表作の一台と評されており、比較できるのはフランスの59年型フランボイアントだけだと言われています。その後もカーデザインは変遷が続きます。50年代末、コンバーチブルのデザインは大きく変わりました。スポーティーな2ドアだったサンダーバードが4人乗りとなり、スカイライナーが現れ消えていきました。流れは再び大型の車へと向かい、カーデザイナーたちは過去のコンバーチブルでは一度も目にしたことがないほど極端な大きさを目指し始めました。59年にテールフィンはその頂点に達したと言えるでしょう。一般車の中では59年のキャデラックが突出していました。1959年はテールフィンの戦いの年となりました。前年クライスラーはインペリアルクラウンでキャデラックを打ち負かしていました。そこでキャデラックはクルーズコントロール、電動ドアロック、ヘッドライト自動調光機能などのオプション装備で反撃しようとしました。また多い方がいいだろうという考えからテールライトも2つにし、さらにテールフィンも極端に派手なデザインに変えました。ここまで来ると業界関係者でさえキャデラックのテールフィンのセンスには疑問を感じ始めましたが、それでもフィンを中止せず、それを横向きにして残したのです。この車は59年のシボレのコンバーチブルインパラです。これにはエンジンのオプションがありました。
6気筒も可能でしたが、 V 型8気筒の2バレルまたは4バレルも搭載可能でした。あらゆるオプションが用意された高級車だったのです。コンバーチブルはこのインパラだけで、装飾もクロムメキからステンレススチールまで選べました。59年はシボレーにとって大躍進の年となりました。単なる高級車だったインパラを代表作に押し上げることに成功したのです。初期のシボレーのテールフィンは縦についていましたが、これを水平にすることで再び顧客の注目を集めることができました。いわゆるキャッツアイと呼ばれるデザインがこの時一度だけ使われているのです。アンテナも2本ついていました。フェンダーには飛行機雲のようなレールがついていました。一般のユーザーはもちろんですが、特に若者の関心を引くことで成功したのです。50年代の終わりになると、インパラのようなコンバーチブルがアメリカ中のハイウェイで見かけられるようになりました。10年前には 2% に過ぎなかったコンバーチブルが 10% を占めるまでになっていたのです。しかし1960年代になって、コンバーチブルの人気は落ち目になっていきます。60年代は過激とも言えるほどの自己表現の時代であったと言われています。しかしそれとは逆に、一般のカーユーザーたちは50年代の派手なデザインに飽き、シンプルな車を求め始めていたのです。その結果、60年代になって売り上げを伸ばしたのは、落ち着いたデザインのスチュードベーカーのラークやランブラーアメリカンでした。フォードがファルコンで最高の楽しみと経済性をお届けします。しかもコンバーチブルです。1960年代初頭、ファルコンフューチュラや姉妹車のファルコンスプリントはフォードの人気車種となりました。これらのモデルが低価格低燃費のコンバーチブルへの流れを作ったのです。しかしスプリントは3年で消えました。フォードがシャシーを精悍なものに変えたからです。そしてポニーカーのニックネームで呼ばれたマスタングが登場します。1965年にはフォードの若々しいツードアマスタングが幅広い支持を集めました。マスタングは高級志向にすることも、カジュアルにすることも、スポーティーにすることも、また実用的にすることもオプション次第という新しい車でした。屋根の開閉もマニュアルとオートマチックがありました。発売後最初の1年で10万2000台のマスタングコンバーチブルが売れました。他の車は全く太刀打ちできない状態でした。その中には当時革新的モデルと言われていたシボレーのコルベアもありました。1960年発売のコルベアはモノコックボディや空冷式のリアエンジンを採用したハードトップコンバーチブルで、その革新的なデザインによって順調に売り上げを伸ばしていました。しかし2年後には早くもその危険性が問題視されます。そして1964年までの間に、リアエンジンという車の構造上の特性に不慣れなドライバーたちがしばしば命に関わる事故を起こす結果となりました。そして消費者保護活動家ラルフ・ネーダーの追放キャンペーンによって、コルベアの悪評は高まっていきました。1966年には大幅な設計変更がなされましたが、もはやマスタングと競う力はありませんでした。コルベアは手痛い打撃を受けましたが、その過程で消費者の安全が第一との認識も確立されました。1960年代末、オープンカーの運転に対する不安からコンバーチブルの人気は衰えていきます。ハードトップコンバーチブルの生産台数は1965年が文字通りピークだったと言えます。その後は徐々に減少していくことになります。各メーカーは一つまた一つと生産を中止していきました。多くの人々は落ち着いたセダンやステーションワゴンに目を向けていました。しかし一部にはまだなおエキサイティングなマシンを求める人々も残っていました。スピードマニアたちはコンバーチブルに代わる車として、パワーがあり加速のいいスポーツカーに興味を移していったのです。この車は非常に個性的な一台だと言えます。実にユニークです。シェベルのクーペやコンバーチブルはとても人気がありますが、ここにあるのは大型のエンジンを搭載し、シェベルコンバーチブル LS6 として生産された17台のうちの1台になります。
これはシボレが今まで市販の車に搭載した一番大きなエンジンになります。450馬力で 7440cc です。わずか17台だけがコンバーチブルであったことが当時の様子をよく物語っています。コンバーチブルはその5年前までは人気があったものの、売り上げは落ち始めていました。そしてアメリカ市場の 1.15% まで落ち、その後さらに減少していったのです。1973年以降になると、あのマスタングコンバーチブルも姿を消してしまいます。1976年には30年の歴史を持つビュイックのコンバーチブルル・セイバーも姿を消しました。その後も引き続き生産が続けられたコンバーチブルはキャデラックだけでした。生産が続いたのはエルドラドでした。非常に完成度の高い車でよくまとまっているだけでなく、前輪駆動を採用し、四輪ディスクブレーキでパワートップも装備した快適で使いやすい車でした。フューエルインジェクション仕様もありました。しかし70年代の中頃といえば、オイルショックによる経済の低迷や安全性への関心の高まりもあり、大柄なエルドラドにとっては最悪の時代でした。76年型のこのコンバーチブルは巨大でした。運転席に座ると大きな鉄の板が目前に広がり、また路地に入るときは曲がれるかどうかを前もって考えなければなりませんでした。売上の激減を見たゼネラルモーターズは、1976年4月21日、ついにアメリカ最後のコンバーチブルの生産を中止しました。1915年以来続いたコンバーチブルの時代が終わったのです。そして復活するのは何年も先のことになります。アメリカのコンバーチブルの時代は1970年代で終わりましたが、ヨーロッパのメーカーは依然生産を続けていました。イギリスには MG やジャガー XKE があり、イタリアのスーパーカーはボディの曲線美とパワーを併せ持つスポーツカーの伝統を守っていました。1967年にはフェラーリが365スパイダーを発表しましたが、アメリカ市場ではヒットを狙ってカリフォルニアという名前が付けられました。ヨーロッパでは安全性を高めるため、タルガトップと呼ばれる新しいスタイルが登場しました。1965年のポルシェ911コンバーチブルがそれです。取り外しのできるハードトップに折りたたみ式のプラスチックリアウィンドウを採用し、その間にはセーフティーフープと呼ばれるロールバーをつけることで、車全体の強度を上げて安全性を高めたのです。この方法によって、安全性と開放感という2つの要求が満たされました。1980年代初頭、アメリカの自動車メーカーはマニアたちがやむを得ずヨーロッパのコンバーチブルやアメリカの中古のコンバーチブルを買っている現実を知り、何らかの手段を講じなければならないことに気づきます。クライスラーはその状況を見て考えました。コンバーチブルを外してしまったのは間違いだったかもしれないと。そこで82年、小型車の一部をコンバーチブル仕様にすることにしたのです。当時クライスラーの社長だったリー・アイアコッカは、業績不振に陥っていた会社を立て直すために必死で新製品を探していました。シボレーのカプリスが好調だった時期で、アイアコッカは自社で新開発したレバロンの屋根を取り払わせ、その車に乗って休暇に出かけました。レバロンのコンバーチブルは人々の評判を呼び、クライスラーは早速11年ぶりとなる生産に取り掛かりました。そして1982年には2万5000台を販売することになったのです。このレバロンの成功に驚いたフォードとゼネラルモーターズもコンバーチブルの生産を再開させます。フォードは再びマスタングで、 GM はコルベットで復活しました。コンバーチブルの人気は徐々に再燃し、やがて小型で低価格な日本車がアメリカの市場に登場します。ツーシーター4気筒エンジンのマツダミヤータ、日本名ロードスターは1989年に上陸し、たちまち評判を呼ぶことになりました。価格は平均的なアメリカ車のほぼ半分の$16,000で、広く一般大衆の注目を集めるには十分な魅力を持っていました。
これに乗って6000回転くらいまで回して走っていると、なんとも例えようのないほどいい気分になります。もちろん一番速い車だというわけではありませんが、屋根付きで走るのとは全く違います。ヨーロッパで見られる2人乗りスポーツカーの縮小版のようなデザインですが、この小さなマツダミヤータは南カリフォルニアのコンバーチブル好きの心をしっかりと掴んだのです。ミヤータはとても楽しい車です。私がこの車で走っていると、大抵オープンにして走っているコンバーチブルが近づいてくるんです。そして誰もがみんなこの車を覗き込んで、いい車だね、かっこいいねって言うんです。見た瞬間にそう思わせるんです。カリフォルニアから始まったミヤータのブームは瞬く間にアメリカ中に広がり、結果としてコンバーチブルのドライブの楽しさを人々に再認識させたのです。小型コンバーチブルの人気の復活は自動車メーカーを潤し、カーデザイナーたちを新車開発へと向かわせることになりました。デザイナーたちは小さなコンバーチブルのためには軽くてコンパクトなルーフが必要だと考え、かつての格納式のハードトップのシステムを採用することにしました。そこで巨大なスカイライナーでの失敗を考慮しながら、安全で使いやすいハードトップを開発し、新しいコンバーチブルを作り上げたのです。三菱も97年アメリカで格納式ハードトップスパイダー3000を発表しましたが、追加費用が2万ドルとなり、販売価格も6万2000ドルとなったため、すぐに姿を消してしまいました。一方、98年にはメルセデス・ベンツが格納式の SLK で成功を収めました。その3年後の2001年、トヨタが発表したレクサス SC430、 日本名ソアラのハードトップは静かで滑らかに、そして安全に作動し、わずか23秒でオープンカーに変身できました。この指でボタンを押す、それだけでいいんですよ。あとは黙って見ていれば、23秒後に屋根は完全にトランクの中に入り、オープンカーになります。7個のモーターがトランク、センターパネル、サイドウィンドウを開けたり閉めたりします。さらに3個のモーターがルーフを上げ下げします。すべての動作は12個の切り替えスイッチでモニターされ、それらが1箇所のコンピューターで制御されているのです。どうです？23秒です。見事なもんですよ。これは2つのカーライフを楽しむことのできる新しい時代のコンバーチブルと言えるでしょう。これからも今までになかった格納式ハードトップが登場し、旧来の折りたたみ式ルーフは消えていくことでしょう。しかしオープンカーファンにとって大切なのはメカニズムではありません。自由を味わうことなのです。